想像してたところじゃないものになったり、重なり方によってはこうどこがくっついて不思議な形ができたりするので、うちの嫁さんが作ったやつ。同じじゃなくていいからですね。このつなごうプロジェクトは、被災地の方とそれ以外の日本の各地の人が一緒になって何か作り上げていく、そんなイベントをしています。被災地の方と一緒に紙の灯籠を作ったり、また各地で灯籠、紙の灯籠を作ったものを福岡からいろんなところから持ってきたものと合わせて展示することで一つになるということや、また同じ日に光を灯すということで福島とそれ以外の地域とをつなごうという、そういったイベントになればというふうに思ってやっています。また来年もこうやって皆さんと一緒になって作り上げていくということをしていきたいと思います。